ミリオン？ミリオン？どうも、小葉龍太でございます。今回は累計販売数1000万超えした PS4 ゲームソフト参戦を紹介。売り上げイコール人気？それではいきます。いっしょーで。映画にもなったあの有名なシリーズの古代ギリシャ版アサシンクリードオデステイ。今作は非常に広大な世界で自由な選択肢や膨大なやり込みを楽しめるといったことで人気を博し、そしてその結果とんでもない売り上げを叩き出した作品だった。2020年発売からまだ2年ほどしか経っていないにもかかわらず、今作が出した売り上げ、それがこちら。グラーデ。前作オリジンズやユニティに続くミリオンセラー。世界で戦うゲームはやはり規模が違う。ちなみに2020年にはこのシリーズの最新作アサシンクリードバルハラが発売予定だ。こちらはイングランドを舞台にラップバトルやバイキングとしての生き様をプレイできるとのことなので、今から楽しみだ。カリゲーというジャンルを生み出した今なお人気を誇る作品、モンスターハンターワールド。今作は PS4 初のモンスターハンターということもあってか、衝撃の売り上げを叩き出した作品だ。今までのモンハンはおるか、同社で発売したバイオシリーズをも勝る売り上げ、それがこちら。1570万本。リーハイ。アイスボーンを入れると約2000万本を超える今作はどこをどうとっても人気作。この作品のために PS4 を買った人も多そうだ。昔を思い出してしまうんです。個人的にミリオンセラー達成して嬉しかった作品といえば、やはりこれ。オーバーウォッチ。今作はポップなグラフィックながらも戦略性、協調性重視の FPS として人気を博した作品で、売り上げはなんと。2000万本。を超える超大作となった。ハラショー。仲間依存なので人によっては割とストレスをためやすいゲームではあったが、ゲーム内容自体は非常に中毒性があったため、個人的にはこの売り上げは当然の結果だと感じた。ちなみに今作オーバーウォッチは今現在続編が開発中とのこと。続編では新たなストーリーモードやルールが追加されるとのことなので、今から非常に楽しみだ。ということで今回はここまで。ミリタリー。それではまた。